もともと繊維業盛んだったんですか？そうですね、あの、うん、浜松自体がもともと綿花の栽培、綿の栽培が盛んで、あの、まあ、そこから、まあ、綿ができれば糸にする、糸にすれば織るっていう、織れば、じゃあ染めるっていう中で多分ここまで来てるんだと思うんですよね。そうなんですね、はい、中線染めというのは浜松の独自の文化だったんですか？はい、基本的には大阪から始まってるって言われてます。大阪なんですか？はい、大阪、東京、浜松で、あの、この3つが、三大中線の産地って言われてるエリアになりますね。関東大震災とかがあって、装飾人が浜松に流れてきたっていう話で、まあ、浜松自体、まあ、天竜川もあり、風も吹くんで、まあ、水どうしてもね、洗うのに水必要なんで、水が豊富で、まあ、風が吹くっていう、まあ、空風っていう風が吹くことによって乾きがいいっていう、そういう理由で浜松でっていうところ。そうなんですね、はい、こちらが今回オンラインショップで、ね、はい、出していただける商品だとお聞きしたんですが、はい、スカーフとかそういう形で使っていただければなと思って。そうですね、作りました。で、この生地自体は、通常手ぬぐいとかでさっき染めた生地ではないんですね。あ、違うんですか？違うんです、染めていただいた時に、一番表にかかっていた、幅の広い、ありますよね、あれを使っています。なぜですか？まあ、一つは、この生地、まあ、最初に保護用に巻いている生地なんですけど、通常だと、やはりそれ分、染料とかも通りがいいように、通気性も良くなってるんですね。そうなんですね、なので、まあ、通気性がいいものを使いたいというのと、あと、通常の手ぬぐいの生地って、34センチの幅とか36センチの幅っていうのが決まってるんですね、多いんですが、これ45センチぐらい、ちょっと幅も広くなっているので、で、これも、先ほどやっていただいたような形で鉄の棒を使ったりとかっていうのも、何本も乗っけたんですね、これ。これはね、ちょっと違いながらしたやつなんですけど、そういうので作ってみたりとか、いろんな形でちょっと変わった、通常は、防水のり、先ほどね、一番最初つけてたんですけど、今回はこれ自体は防水のりを全く つけずに、あ、そうなんです、はい、あ、かわいい色、こういう感じで、これ、これからの季節、首元の日焼け止めとかにもいいですよね。おしゃれな日焼け対策みたいな感じで、そういうので使っていただければと思いまして、なので、ちょっとこういう形でいろいろいっぱい入れれば、もうどうしても使うときにはこう、むにょってなると、いろんな色が出るように、いいですね、こんな感じで、こんな感じかな、こんな感じかな、なんか鏡がないから心配ですけど、こんな感じです。そうですね、はい、使っていただけるように軽いですよ、とっても軽いし、なんか汗かいてもベタってくっつかない感じがいいですね、これはいいですね、軽い。そして、ちょっと汗がついてしまったらお家で手洗いすれば、すぐに乾く、すぐに乾くんですよね。すぐに乾きます、これ自体だったら多分、まあ、数十分かかんないと思います、ね、先ほど教えていただいたんですけど、縫い目がないから、布の重なり部分がないということでね、乾きやすいんですよね。そうですね、なので、今回はあえて切りっぱなしにしてあるんですね、で、まあ、当然、先ほどの中でこういうふうに、自分たちで縫ってもらってもいいですし、少しほどいてもらうと、この横糸はどん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 抜けていくんですけど、ある程度のところで止まります。あ、そうなんですか、で、こっちロックかかってますんで、それほぐしていただいて、グニグニグニって三つ編みしてもらってもいいですし、またそれもおしゃれですね、それはもう好みでやってもらえるように、あえてこれは切りっぱなしにしてあります。これと全く同じものは1本って思っていただければと思います。じゃあ誰とも被らないオリジナル、スカーフ、スカーフにしちゃっていいのかな。いいですね、ですね、それもまた素敵ですね、皆さん、ぜひオンラインショップでお買い求めください。